と回っては見たものの、何もやってないやつ。ここを撮影スポットとするって、おごそかはぁ、到着っぽい。あ、ちょっと失礼しました。ごめんなさい。あ、でもないです。こだわりが。こだわりが出ちゃう。せっかくだから、なんかちょっとバイクで来た感じを出したいなと思って。ちょっとあんまいい感じに入んないな。どかせます、やっぱり。あ、こちらが今回ブレンドさせていただいたコーヒーです。よろしければどうぞ。すごい、フグブレンドって書いてある、はい、ただちょっと印刷業者の方との兼ね合いが間に合わなくて、ちょっと僕のプリンターでやっちゃったんで、ちょっと若干こぎじゃないかもしれないんですけど、めっちゃ嬉しい。どうですか、ありがとうございます。ありがとうございます。で、一応コーヒーってやっぱ苦いっていうのが特徴になることが多いんですけれども、はい、まあ、フグにちなんでじゃないですけれども、可愛いけれども苦いけれどもかなり酸味の効かせた。うわー、すごい、はい、楽しみだ、早く飲みたいな。一応、はい、細かく引いてもらってちょっと濃いめに出してもらうようなのをおすすめな飲み方とさせていただいております。はい、わかりました。それじゃあカフェラテの方をご用意させていただきます、はい、何か他にも一緒に注文していいですか。決断はあります。今バイクのラテアートを作ってくれてるんですけど、何やら結構難しくて時間がかかるそうなので、待ちきれなくて先にケーキいただいちゃってました。コーヒー豆をくれた方が私にツイッターで連絡をくれたボーイなんですけど、いや思ってたよりも若くてね、そう今日初めまして会ったんですよ。だからどんな人のかなーって思ってたんだけど、めちゃくちゃヤングボーイで、あらまあやだーって撫でちゃいました。フグおばさんびっくりしちゃうわ。今時の若者はバイクのラテアートなんて作っちゃうのね。おしゃれじゃない？わあすごーい。え、めちゃくちゃすごい。ありがとうございます。今日は、はい、G310 っていうこのバイクじゃないので来たんですけど、はい、お留守番してる子を書いてもらいました。ご自宅に今います。めちゃくちゃすごいですね。ありがとうございます。ご納得いただければ、いやー感動です。本当ですか、はい、ありがとうございます。あとでもう一杯頼んでもいいですか。かしこまりましたそれはなんかお任せにします。承知しました。嬉しいな。失礼します。ありがとうございます。もったいなくて飲めないよ。いっぱい写真撮ったのでいただきます。私だ。どうぞ。かわいい。ありがとうございます。とんでもないです。崩さないやつ、なんか。わあ、かわ、あ、CD のジャケットのやつですね。そうです。先ほどちょっと拝見させていただきました。かわいい。ありがとうございます。とんでもないです。2杯目いただきました。じゃあちょっとパフェと一緒にいただきます。はい、ありがとうございます。2杯目はお任せでお願いしたら、ボイミーツガールっていう私の CD のジャケットのイラストをラテアートにしていただきました。そしてちょっと待って、さっきケーキ食べてたのにパフェとか、ちょっとさすがにちょっと食い意地張りすぎなんじゃないですかって思ったかもしれないんだけど、この日はね、私何も食べてないの。何も食べてなくて、朝からずーっとバイク運転してて、だからお腹空いちゃってて、もうしょうがなかった。これは不可抗力です。はい、美味しかったからよしとしよう。やっぱいちごのパフェいいよね。そしてラテアート見せつけタイム、ドゥドゥーン。こんなオリジナルの
アートを作ってもらえるなんていいよね。しかもこう飲んだら消えちゃうっていう儚さ、その儚さ含めてね、ラテアートなんだなーって、ラテアートなんだなーって、ラテアートなんだなーって噛みしめながら飲んでいます。ほろ苦いぜ。ごちそうさまでした。ということで、今からハンバーガーをハンバーグを食べに行きます。前にね、行って案内してくれてるのはさっきのバリスタボーイです。はい、ここが地元なので、なんか一緒に行こうってことになって、今から爽やかに行っちゃうよ。爽やかに連れてってもらうぜ。あいさ W650。 へえ、かっこいいね。まさかその格好で乗ると思わなかった。本当ですか。普段こんなに寒くないですか。今日結構暖かくないですか。あ、今日は暖かいけど、でもバイクに乗ると風が、そうでもないです。本当に強いな、はい、スーツでバイクは寒そうだけど。いや、まさかね、一緒に爽やか行くとは思ってなかった。ラテアートを飲みに来ただけなんですけど、まあせっかくね、ライダーだったので、しかもバイク出勤してたので、え、じゃあ行っちゃうみたいな感じいや、初対面でも仲良くなれる、ライダーって最高だよね。元見しか知らない、そんな道ですが見えないかもしれないけど、左手が海ですごい気持ちいい気持ちいい。それにしても真っ暗だな。バイクのための道って感じ。思ったよりね、爽やか遠くて、まあカフェから10分ぐらいかなとか思ってたんだけど、1時間かかってないかな。まあ、思ったより遠かったです。そしてですね、日帰りツーリングのつもりだったんですけど、まあもう諦めて静岡に一泊しよう、そして明日ゆっくり帰ろうって思ってるところです。結構混んでそう。はい、到着。そして安定の爽やかはとっても混んでいて1時間ぐらい並びましたでもすごい美味しかったのでオーケーって感じです。もうなんでさ、東京に爽やかないんだろうね。そしたら毎日通うのにっていうぐらい好きだから、私静岡行ったらいつも爽やか行っちゃうんだよな。で、お肉はレア派なんですよ。もうほとんど焼かないで食べたいみたいな、生肉しか勝たんって感じだから、こうグーってあんま押し付けなくてもいいのになーっていつも思って、でもまあお店の人がやってるからね、文句も言えないけれど、生で行きたいって感じです。そしてジュー、あ、いい音だね。あ、お腹空いてきた。お腹空いてきました。ごちそうさまでした。ということで、日帰りしようと思ってたけど無理だったから泊まります。爽やかでね、バリスタボーイとはバイバイしたので、今からお泊まりする場所に向かいたいと思います。なんかいいとこない、ここらへんっていう風に聞いて教えてもらったところに向かっています。なんかね、お風呂がいい感じらしいので、こうロンツーしたらやっぱり温泉入りたいよねっていうことで、はい、温泉入って今日はゆっくりして、明日の朝帰ろうかなって思います。でも私、明日の朝が普通にこの日仕事あって、12時には絶対東京帰んないといけないから、結構ね、早朝に出ないとなって思っているところ
うん、次の日仕事なのにロンツーして待ったやつね。早朝、バイクの駐車場があるらしいんだけど、どうだろうな。あ、あった。到着。お疲れ様でした。ういしょー。あー、腰が痛い。おばあちゃんだから腰が痛い。ありがとね、今日も私を守ってくれて。一日お疲れ様。ゆっくり休んでね。おやすみ。おやすみ。本日のお宿。ここめちゃくちゃ良かったです。お風呂広いし、なんかいろんな施設があってね、楽しかったです。そしてお風呂上がりのふぐちゃん、まったりと携帯をいじってますね。一体携帯で何をしているのかは、編集中の私は全く覚えていません。さ、そろそろ眠くなってきたようです。おやすみなさい。おはようございます。起床しました。いやー、この日はねめっちゃよく寝れた。やっぱりね、ロンツーってバイクに乗ってる時はこうアドレナリン出てるけどね、降りるとどっと疲れが出るよね。そして目覚めの一杯、ふはー。朝5時ぐらいに起きたのかな。うん、なぜならば、なぜならばだよ、お風呂にもう一回入りたかったんですね。ここのお風呂超いい感じだったから。あとサウナにも入っちゃった、朝から。で、なんか露天風呂があって、もうこんな早い時間入ってる人いないから貸し切り状態だったんですよ。朝日を見ながらね、露天風呂で楽しみました。こんな感じの窓からの景色、これは部屋からの景色なんだけど、すごいね綺麗で、なんか砂浜になんか車で来てる人もいて、あそこバイクで入れるのかな、入れるなら行ってみたいと思ったんだけど、ちょっとお仕事だから、今日もお仕事だから帰らなきゃやべえなーって思いながら、こう準備をしてました。楽しかった。そして朝日がすごく綺麗だったんだよね。ピーカー、ほら見て、ほら見て、すごくない。いやー、本当にね、おはようって太陽が言ってくれてるって感じの朝日でした。包まれました、日光に。夜は気づかなかったけど、露天風呂とか、ラジウム温泉とかあって、朝日を見ながら露天風呂入りました。くしゃみ出た。それでは今回のツーリング動画はこれでおしまいです。久しぶりのロングツーリング動画、楽しんでいただけたでしょうか。よかったらね、チャンネル登録高評価してもらえたらとっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。不思議と全く疲れてない。その日の疲れはその日のうちに